これは皆さん用意でくださった。わしはカラクリディエモンとか東洋のエジソンとか言われておる、グルメ生まれの田中久重じゃ。今日はわしの発明品のほんの一部じゃが、特別にご覧いただこう。まずは無人島といってのろうそくの10倍もの明るい光を灯す、今でいうランプじゃ。操作は簡単。おおね、この通り。では次に、いつまでも回り続ける万年回転コマをお見せするぞ。ほら、見ての通り、よく回る。ほんに不思議なからくりじゃろう。今度はわしの作品の中でもお気に入りの弓引き童子じゃ。このかわいい人形が自分で矢をつがえ、的をめがけて弓を引く仕掛けなんじゃ。当時これを見てみんな大層喜んだもんだ。本によう喋ったら喉が渇いたな。これこれ、童子よ、お酒を持ってきておくれ。いっぱいやらせてもらおう。よしよし、ご苦労ご苦労。これは童子ハイダイじゃ。これはうまい。長いね。グルメの酒はいつ飲んでもはっきりうまかろう。さて次なるは窓系の最高傑作、万年時計じゃ。6種類の時計のほかに太陽や月の動きも表し、一度ネジを巻いたら225日も動き続ける、すごいからくり時計じゃ。おお、蒸気車が出るか。わしはこの蒸気機関を利用して大きな蒸気船も作ったもんだ。おっと、ストップストップ、バックじゃ。いやー、まだまだバサなく面白か作品があるとなって時間になったね。今日の話はここまでにして、また会いましょう。元気での。